んにちは、東堂輝明です。根本美希です。今回はですね、14日目の愛媛県です。まあ愛媛県 ね、うん、今日もですね、演奏してくれる皆さん、三味線上原淳之介さん、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。藤本松福さんです。はい、お願いします。そして尺八が米谷武正さん、よろしくお願いします。何者が南駒和美ちゃんです、はい、お願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。愛媛県で皆さん行きました？どこ行きましたよ。行った？行きました。結構行った。どこ行きました？みかん食べに。道後温泉とかどうですか？道後温泉はいいよ。入りました？道後温泉はいいですよ、ね、もうあそこはね、みんな気軽に道後温泉っていうのは入れる。坊ちゃんのふるさとだったりとか、あとしまなみ海道があって、瀬戸内のね、浮かぶ7つの島を結んでる橋があったりとか、あの村上スイングなんていうのもあって、でなんといっても私はちょっと印象に残ったのが、西日本豪雨でね、肘川が氾濫したじゃないですか、ね、あの本当、あの先生がよくね、大津肘川のいかだ流し歌を歌うけれど、とっても穏やかなのんびりとしたような感じのところなのに、あんなに暴れちゃうんだなと、暴れちゃったね今回 ね、うん、なんか本当になんかすごく心が痛かったんですよね、うん、そうそう、まだね、なんか護岸工事とかをしてるらしいですけれども、まあまね、早くね、また いつもの肘川に ね、うん、戻ってくれるといいなと思います。そう、ね、じゃあその歌を今日は歌ってくれますか？はい、では愛媛県は大津肘川いかだ流し歌をお送りいたします。大津肘川へ歩わせ、流すいかだ